確かめてみるか。その鍵が本物なら、このペンダントが開くはずだろ。開かなきゃ俺たちは晴れて無関係。まあ、開くわけねえけど。まあいいけど、あんたがあの子なわけないし。あの子はあんたと違って王子様みたいな人でね、何でもできていつも私を助けてくれて。こう言ってくれんじゃねえか。じゃあもし俺がその約束の相手だったらどうしてくれんだ。その時は何だってしてあげるわよ。キスだろうが何だろうが。上等よ。やったろうじゃないのよ。だってあんたなわけないし。およっしゃバチコイ。あかね、開くはずがね。だってこいつがあの子なわけ。見てなさいよ、すぐにわかるわ。絶対あんたなんかじゃないんだから。行くわよ、覚悟はいい。まあありえないって分かっちゃいるけど、そこまで言うなら仕方がないわ。おう、かかってこいや。任せときなさい、すぐに分からせてあげる。私とあんたが何にも関係ないってね。おう、その息だ、ガッて言ってやれ。すぐに吠え面かかせてあげるから。だいたい私とあんたが昔仲良くやってたとこで来たよ。早くしろよ。行くわよ。はい。試すことも俺のペンダントが。